ロシア象徴主義。ロシア象徴主義とは、19世紀末から20世紀初頭のロシア帝国において支配的だった芸術運動。ヨーロッパの芸術界における象徴主義運動のロシア版であるが、その美学や思想が文学や詩に限らず、美術や音楽、舞踏にまで波及した点において、他国にはない得意性が見られる。ロシア象徴主義運動への根本的な影響は、 ヒョードル・チュッチェフの詩や、ブラディ・ミルソロビオフの哲学における、非合理主義、ハンレ主義の美学や神秘主義であり、これらに、リヒャルト・ワーグナーの学劇や、アルトゥール・ショーペンハワード・フリードリヒ・ニーチェの思想、フランスの象徴主義や、大敗主義の詩人たち、ステファーヌ・マラルメア、ポール・ベルレーヌ、シャルル・ボードレールら、ヘンリク・イプセンの儀曲といった、同時代の西欧の文化主張が加わっていた。 ロシア象徴主義運動の火蓋は、ニコライミンスキーの論文、昔の討論、1884年やディミトリー、メレシコフスキーの著作、現代ロシア文学の衰退と新視聴、1892年によって切られ、両者とも極端な個人主義を奨励し、創造行為を神聖化したのである。メレシコフスキーは施策ばかりでなく、一連の、新人、イエス・キリスト、ジャンヌ・ダルク、 ダンテ・アリギエーリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ナポレオン・ボナパルトについての小説でも名高く、後に、アドルフ・ヒトラーさえも、新人とあがめたことによって、品種をった。メレシコフスキー・プジン・ロジナ・イーダ・ギッピウスも、また象徴主義運動初期の主要な詩人で、サンクト・ペテルブルクに、文学サロンを開き、ロシア大敗主義の本拠として知られるようになった。 1890年代の半ばまで、ロシア象徴主義は、なお単なる理論の集合に過ぎず、注目に値する実践者は見出されていなかった。アレクサンドル・ドブロリューボフは1895年に、史学論を出版しているが、その直後も施策は打ち捨てられたまま、増下の塔から増下の塔へと彷徨うことを良しとされていた。 もう一人の有能な作家、イヴァン・コネフスコイは24歳の若さで溶接している。象徴主義が大きな運動として、ロシア分断に躍り出るには、新人バレリー・ブリューソフの出番を待つしかなかった。ブリューソフは、象徴主義が手強い信奉者からなる運動であることを示そうとして、おびただしい数の筆名を使い分け、三巻からなる自作の詩集を、ロシアの象徴主義者たち。 シ化衆と題して1894年と1895年に出版した。ブルーソフの戦略的な演幕は成功した。数人の若い詩人が、ロシア文学最新の流行として象徴主義に引き付けられたのである。ブルーソフの他に最も人気のある詩人といえば、最初の霊感を信じて時折わざと詩句を改定しなかったコンスタンティン、バリモントや 地ののを自称した、悲観主義者のフーール・ソログープがいる。これらの作家の多くは20世紀半ばまでに名声を失ったものの象徴主義運動の影響はそれでもなお絶大だった。これはとりわけインノケンティ・アンネンスキーの場合に当てはまる。アンネンスキーの最後の詩集、糸杉ぎ材の箱は1909年に主語出版された。 しばしば呪われた詩人のロシア版として言及される。アンネンスキーは、ボードレールやベルレーヌの詩に、不可欠のようロシア語に移し取ろうと努めたものの、繊細な音楽性や不気味な暗示、不可解な語彙、色彩や方向のかすかな変化の魅力といったものは皆、アンネンスキーならではのものである。アンネンスキーが、アクメイズムの詩人たち、アンナ・オフ・マートバ、ニコライグミ両夫、 オシップ・マンデリシター村に与えた影響は計り知れない。ロシア象徴主義が真に輝きを放ったのは1900年代の10年間においてである。多くの才能ある新人が象徴主義の文体で書かれた詩を発表するようになった。これらの作家はとりわけ哲学者、ブラディ・ミルソロビオフの恩恵を受けていた。 文学研究者で詩人のヴィャチェスラフ・イバーノフは古代の詩に興味を寄せており、イタリアから戻ると文学クラブ、ディオニソス派をサンクトペテルブルクで旗揚げした。イバーノフの公言した原理とは、小花ジョン・ミルトンの言い回しを、ロシアの詩下に継ぎ木する子だった。ロシア革命についての詩で名高いマクシミリアン・ボローシンは、クリミアの別荘で詩のサロンを開いていた。 アレクサンドルスクリアービンと親しいユルギス・バルトルシャイテスは革命までは故郷リトアニアで活躍し神秘主義的な哲学や魔術的な響きが特徴的な詩を書いた。新世代の詩人のうち二人の新人アレクサンドル・ブロークとアンドレイ・ベイリュイはロシア象徴主義運動の全体でも最も著名な詩人である。アレクサンドル・ブロクは20世紀の最高の詩人で ないとしても屈指ののの詩人の一人ででああるることは周知の通りであるしばしば、アレクサンドル・プーシュキンと並び称せられ、ロシア師団の銀の時代全般が、時にブロークの時代と呼ばれたほどである。初期の鹿は、完璧なまでに、音楽的で、響きが豊かである。その後のブロークは、自作に、波長、リズム定型の冒険や、破格、不規則な韻律を取り入れてみようとした。 成熟期の作品は、しばしば理想の美についてのプラトン風の幻想と、街外れの場違いな向上という、つまらない現実との相語を、しばしば基礎としている。それらの詩に、特徴的なのは、意味を表すのに、色彩や綴りの得意な用法が見られることである。ブロークの最も有名で、かつ議論の多い詩集は、12人である。この詩は、 革命家のペトログラードの通りを更新する12人のボルシェビキ軍をキリストの十二使徒になぞらえて反宗教な言葉で綴ったものである。アンドレー・ベールイは三文詩や陰文の統一性や初期作品の題名、例えば三文体の公共曲が証明しているような文学作品における音楽性というものを鍛え上げようとした。しかしながらベールイの名声は モダニズムの小説、ペテルブルク、1911年から1913年、など、象徴主義以降の作品にもっぱらかかっている。この小説は、哲学的、宗教的な作品で、著しく、非正当的な説話体や、捉えどころのない引誘、特徴的なリズムの実験が目立つ。ウラジーミルナボコフはこの作品を、 ジェームズ・ジョイスのユリシーズの次に最も重要な二十世紀の小説に選んでいる。その他の特筆すべきベ類ルイ作品として、象徴主義運動の目標を最低にする上で有用であり、非常に影響力のあった史弁的なエッセイ集、象徴主義、1910年や、新生児の意識を初めて見つめた小説、コティクレタ F、1914年から1916年。 が挙げられる。サンクトペテルブルクの都市そのものが、ロシア象徴主義の第二世代によって用いられる主要なシンボルの一つになった。ブロークの死は、ロトについて、千の幻想の都市という印象主義的なイメージに、命を吹き込み、商人やブルジョアに満たされた世界として運命づけている。いくつかの根源的な構成要素、黎明と日没、光と闇、灯し火ともし人、炎は、 目視録的な特性を帯び、天変地異のように地球と人類を永遠に変えてしまうような出来事の前触れを果たす。第二世代の詩人たちの作品では、しばしばスキタイやモンゴル人の存在が認められるが、彼らは未来の破局的な戦争の象徴となっている。ロシア象徴主義運動には、終末論的な傾向が内在しているために、詩人の多く、ブロークやベイ類、 ブルーソフを含めては、ロシア革命を民族の歴史において次なる進化に向けた一歩とて、受け止めた。ヒョードル・ソログープは、世紀末の文学や哲学に、特徴的な陰気で悲観的な要素を、ロシアの三文に取り入れた、最初の作家である。最も有名な小説、小悪魔、1902年は、ロシアで、ポシュロスチ、ポシュラストとして知られる。 邪悪さと、凡俗さの中間の、野ひな人間像を指す概念を、生き生きと描きで、うっとする試みであった。次なる大作、創造される伝説、1914年は、血の涙、女王オルトリューダ、煙と灰の三部からなる、長編小説であり、同じような多くの登場人物が出てくるが、なかなか楽天的で希望に満ちた、世界観を示している。バレリーブ・ブリューソフの小説。 死天使、炎の天使もまた名高い。この小説は、16世紀のドイツを舞台に、秘術の実践への参加や不浄な力との交わりによって、精錬高血な精神をひどく蝕まれ乙女と、その娘の情欲に打ち勝とうとする学者の物語で、ある、題名の死天使とは、乙女が性的な妄想の際に見る霊的存在で、あるととともに、打点する前のルシファーの地位を指している。 この小説は、セルゲイ・プロコフィエフの歌劇、炎の天使の原作に使われた。主に三分の三を書いた、唯一の象徴主義の作家が、アレクセイ・レイミゾフである。中世、ルーシの文学を引用しつつ、レイミゾフは、作品中で、夢と現実と、純然たる気まぐれをグロテスクに結びつけている。1910年代になるまでに、 ロシア象徴主義は分断における勢いを失うようになった。その重要な担い手は、しばしば、天秤宮、1904年から1909年や、金曜毛、1906年から1909年、峠道、といった雑誌において、摩擦を起こした。それ以外の担い手は、主要な出版社の管理を得よう特等した。しばらくすると、多くの青年詩人は、 象徴主義の行き過ぎに距離を置いたアクメイズム運動に引き寄せられた。それ以外の若手は既存の芸術の慣習を避けつつ芸術の完全性を再創造しようと模索する偶像破壊的な集団ロシア未来派に加わった。おそらく最も重要なロシア象徴主義の画家はミハイル・ブルーベリーであろう。ブルーベリーはモザイク上の大カンバスに描き出されたザセル。 デーモンで名声をつかんだが、力強くまがまがしい、うつむいた、デーモン、1902年の制作中に、発狂してしまった。雑誌、芸術世界と、ゆかりのある画家に、ピュビド・シャバンヌの模倣者のビクトル・ボリソフ・イコール・ムサートフ、いや、中世、ルーシの歴史に、宗教的な題材を求めたミハイル・ネステロフ、都市の幽霊で知られる、ムスティスラフ・ドブジーンスキー、悲疑的、 密教的と評される画風のニコラス・レイリヒがいる。最初の象徴主義の作曲家であるアレクサンドル・スクラービンは公共曲第1番において芸術を一種の宗教として賛美した。公共曲第3番、神聖なる歌、不都合、ル・ディビィン・ポム。1902年から1904年は半信論から宇宙との一体化へ至る人類の精神の進化を表現しようと試みている。 1908年にニューヨークで初演された公共曲第4番、放悦の歌、ポム・デ・エール・エクスタスは出版府に自作の長大な詩を哲学的な表題として掲げた、表題公共曲で人類の燃え立つような想像力と仕事の後の倦体や私服等を壮霊に歌い上げている。公共曲第5番、プロメテ、火の歌においては、 入念にえりすぐられた色彩が色光ピアノによってスクリーンに投影される予定であったが不手際から実現しなかった。スクアービンは計画倒れに終わった舞台音楽、神秘劇において演奏と詩、舞踊、色彩、方向を結合させて思考にして究極の放鬱を人類にもたらそうと考えていた。 全ての芸術分野の舞台における融合という同様の理念はアンドレベールやワシー・リー・カンディンスキーらによっても練られていた。より伝統的な劇場の世界において桜の園などの聖保飛行機の儀曲は象徴主義に足を踏み入れていると評されてきた。しかしながらコンスタンチン・スタニスラフスキーは最初の公演においてなるべく写実的であろうと努力した。 象徴主義演劇の頂点として決まって言及されるのはメイル・ホリドによるアレクサンドル・ブロークの人形劇の上演1906年である。それから2年後にスタニスラフスキーはモスクワ芸術劇場においてモーリス・メーテル・ランクの儀曲青鳥を上演し国際的な賞賛を勝ち得た。理論めかせばニコライ・エブレーノフの著作にも目配りすべきであろう。 エブレーノフの説によると、劇場は我々を取り巻くすべてなのであり、自然界は観光的な演技に満ち満ちているという。例えば砂漠の花は岩石を模倣しており、ネズミは猫の爪から逃れるために死んだふりをしてみせる。劇場とは、エブレーノフ曰く、実存というものの普遍的な象徴なのである。一方で、サッカーアントン・チェーホフのおいで俳優のミハイルは、 象徴趣味の特殊な演出法を発展させた。これは今でもスタニスラフスキーの演出法と人気を分け合っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。